ます。マップはライオットになります。はい、頑張るぞ。ライオットでは2度1位になってるんだけどね、このマップあんまり得意じゃないんでね、できればあの強武器でね1位狙ってみたいと思います。今回アサルトライフルで行ってみようかなと思ってるんでね。はい、頑張るぞい。ちょっと人数少ないな。今回はどうしよう。今回はサヤネーで HBR3 ベアフィストエリートで1を狙ってみたいと思います。はい、頑張るぞ。先に15キューブレスリア結構有利なんだけど、これどっから、逆にこういったの苦手なマップの方がかえって気が楽かもしれない、気楽にできるかもしれない。おお、もうすごいね、ピストル M アイアンズっちゅうやつか。あれ、ダメか。結構面白いな。うん、よっしゃ、死にた。よっしゃ、分かったよ。おー、面白いな。うん。おー、面白いぜー、これ。やめられまへんなー。みんな、とっつってるんでね。とっつりプレイあげるから面白いんだよ、俺。とっつるプレイあげるから面白いんだよ。やめられませんぜ、これ。で、ここら辺にいるんじゃないか、これ。いた、いねえか、ここやな。おお、すごい、サプライゲットしました。面白いな。うん、5の1か、結構重いやな。ライオットはね、高速力多分強いと思うんでね。なぜかっていうと、ここでできるんだよ、こうやって。あそこが熱いでしょ、あそこめがけて狙え、エリア結構キルできたりするんで、これでも動画的には全くつまんないんでね、ちょっとやめとこうか。チリデスだったらいいんだけどね。よし、よし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 、並んだぞ今ので。とつる方がやっぱりいいんだよ。うん、みんなとつってるんでね。よっしゃ、もらい。おお、面白いな。今んとこトップ。これリスポーンなってんだよ、これ。渡辺麻衣オンライン。ちょっと、よし。こっから来るのかな、これ。あ、こっから来るな、これ。よしよしよし。ダメか。おお、ピストルでちょっとスティン全く使ってなかった俺。おお、すごいな。結構あれだな、追いつくねこれね。うん、早めにキルしていかなきゃ。今後ろに敵がいるな、これな。あー、すぐ逆転されるんでね、これ。うん、ちょっと難しいのこれな。スティームやっとこうか。難しいな、このマップな、やっぱり。よしよし。
あー落ちてしまったわ、本当。めっちゃやりにくいこのマップ。スティメットか、今近くに敵いるんで。めっちゃやりにくいこちら。ダメか、これちょっと無理っぽいな。うん、リコマリのオンライン。うん、ちょっといいやつ入れてほしかったんだけど。小島マコンライン。ダメか、 XS3 バルカン向こうに、ちょっと XS3 バルカンちょっとやった方がいいかもしれないからな。よしここよ、ここ。よっしゃ、よし並んだぞ今ので。結構激しいな今回。うん、ちょっと難しいな。うん、並んでるわこれ。ここやな。ダメか、眉4台。こっから走ったとかちょっと嫌だわ。うん、ちょっと今来てんの、ちょっと。よっしゃ並んでるぞ。よしよしよし、よしよし、難しいなこれ。リーチ、おう、あともうちょいなんだけど。よし、ちょっとここまで行くの。はい、勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。ライオットで本当久しぶりに1位を取ることができました。あ、今回のこのプレイヤーカードかっこいいでしょ。これはフリーフォールのね、全チャレンジを達成するとアンロックされるプレイヤーカードです。あ、今回すごかった、激アツで。今回の成績は30キル23です。スコア2700でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。試合は8分23秒でね終了しました。敵プレイヤーさんたちも結構とっつっててくれてね、うん、結構面白かったです。ありがとうございました。ピストル分かったな。アーバンもやりたいんだけど、まあ武器紹介したいんでね。お、サプライドロップをゲットしたんでね、早速オープンしていきたいと思います。サプライドロップオープン。何が出るかな。エリート沼、あんまいいやつ出ないんだよね最近な。はい、今回使ったのはサヤネーでね、アサルトライフルの HBRA3 ベアフィストエリートに、アタッチメントはレッドドットフォアグリップ拡張マガジン、セカンダリなし、ワイルドカードはミンガンファイター、パークサングリード。
パークはライトウェイト、コールドブラッド、タフネスにブラストサプレッサー、エグザビティエスティム、スコアストリークは UAV、機動救援物資、リモートターレットというカスタムでやっていきました。今回ライオットで3度目になると思うんだけどね、1位を取ることができて大満足しました。今回久しぶりに HBRS3 ベアフィストエリートを使ってみたんだけど、最近使ってなかったんでね、インサイティングの方はたまに使うんだけど、で1位取ったりしてるんだけどね、ベアフィストンと久しぶりに使ってライオットでね1位を取ることができて大満足しました。エグザビティのスティームを今回使用したんだけど、これ敵との出会い頭直前にスティームを発動した方がいいんでね、これ HP を一時的に増加させるんでね、今回スティームでプレイしたんでね、まあスティームのおかげもあると思うんでね、1位を取ることができました。はい、今回はね HBRS3 ベアフィスト、あちょっとあれやるか、今回はねHBRS3 ベアフィストエリートを使用してライオットで1位を取ることができました。あとね、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。